これまで十一回にわたって開催され、東日本大震災の復興施策などを推進してきた復興対策本部。一月二十三日の会合で、重要な決定がなされました。二月の十日に復興庁会長をすることになりました。復興庁を創設することで、地方の要望に一元的に対応し。復興を支援する体制を充実。 盛岡、仙台、そして福島に復興局を、津波被害の大きかった被災3県の沿岸部6カ所に支所を、さらに八戸市と水戸市に事務所を設置します。復興庁の設置期限は、震災発生年から10年間の平成32年度まで、地方公共団体の一元的な窓口となるほか、復興に関する基本的な方針などの企画立案、 復興事業の統括管理などの重要な役割を担います。これからワンストップできめ細やかに被災地のご要望を受けて、そして迅速に復興に向けての取り組みを行うのがこの復興庁を中心とした司令塔とする体制だと思います。あのしっかりあのこれからもサポートしていかなければいけないと思います。この他にも今回の会合では2月上旬の国会提出を目指して検討されている。 福島の復興再生に向けた特別措置法案について説明・議論また平成24年度予算案についてこれまで各省にまたがっていた復興関連の事業費を新たに設置される復興庁が一括して計上すること復興に関する資金の流れを透明化するなどのため復興庁の予算は新設される東日本大震災復興特別会計において計上すること などの内容が報告されました明日から国会が始まりますけれども、約2兆円規模の復興庁の予算も含めて、平成24年度の予算と、福島県の復興再生特別措置法は、この一日も早い成立を皆さんと一丸となって取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。